ちょっと形は重いですね。重いですね、はい、今回はね。もっと重い、国士だ、国士。加藤さんのリーパイめっちゃ早かったんだけど、いい手じゃないこれ、もしかして。いい手ですね、うん、あ、悪くない、いい手だ。こちら片山も悪くない、加藤片山がいい手です。ちょっとネックが多いか。あ、これはピンズいきそうだな。うん、そうですね、はい、自敗抱えながらのピンズだったらね、はい、うん、守備もできるんで、安全が確保されているんであれば、はい、前進はしやすいと。そうですね、サイで粘っています。親番森山ピンズ一目ずつ、シャーが統一です。これは普通にピンフで流すも、うん、ピンフもありますよね、うんうん、お、いいんじゃないですか。これはいいですね。9万いって面単ピンが見えます。はい、5、6チップありますね。さあ、一度は大きく抜け出した片山ですが、また軍団に追いつかれてしまいましたね、はい、追いかけてきた軍団に確かに3番手集団とでも言いましょうか。飲み込まれてしまった格好。ウーソーはこれ親の現物なんですよね。まあ、これなら残しやすいぞ。一応手を進めたって感じですね。おほおほ、スーソーだ。これ3ピンありますよ、ドラリアンソー。あー、あるね、3ピンある、あるね。ちょっとやっぱ打点欲しいからね。うん、まあ、そもそも3万残しがちょっと打点見てる位置だですもんね。なるほど。いや、伊達さんきついな、これきついですね。うん、ドラ、ゴロチ、ゴロチでしょう、ゴロチです。さあ来た。もう逆にスースいらないかな。こう思ってくるとね、2度受けですもんね。ちょっと3万切りが痛くなりましたね。3万切りか、痛い痛い痛い。これ3層引いたら一応残すんですかね、はい、受けはイースピン払うんですかね。うん、だけどもう打つかもよ、スースー打たないね。あと確定三色になった時の闇点ってあるのかな。 E ピンの残球が2枚切れ、それはやってないね、はい、E ピンがね3枚切れとかだと闇点しやすいですけど、はい、うん、いや残球はちょっと寂しいっすもんね。寂しい寂しい、やっぱ、はい、あわよくば羽間のリーチかけたいもんね。お、ああ、いい点崩れ、はい、まだまだ遠い井出。まあでも本当によく迫りました。もう加藤は、抜き去り、うん、先行く片山が4000点差。ん、数ピンですか。数ピン、はい、ただ9ピン切ってるから、まあ、1通というよりはなんだろうね。もう数層切りたいけどね。あ、残しますね。これやっぱ3層じゃ狙ってますね。3層の受け、まあ、ドラのね、ツモに備える体勢は取っていると、はい。ナンはもう今安全パンに変わっています。うわ、ウソ1枚ほぐしました。2枚目のウソが出た。そっかそっか、一応チーテンですもんね。キモカで決めます、はい、テンパしたい。加藤さん、イスピンきつくなってきたからますます難しくなったね。これを2000点ないし1000点で終わらせて井出の親をクリアすることに意味があるのかどうか。僅差のラス親だとね、そんなに得ではないですよね。3人上がりきちゃいますからね。はい、もうチートイツ見ない、まあ、吐くか、吐くポン、あ、狙い通りダボナンカさん、これポンします。あ、握れだ、あ、握れ、あ、これアンパイでしょうね。そうそう、握れだ握れだ。あー、休め、リーチあるな。まあリーチですかね、うん、しょうがないな。逆に E ピンのローンが可能性低いんで、はい、3900からはなんかちょっと期待できそうと、うん、十分。片山さん、チートイテンパイ逃し、
井出さん展望的に微妙ですよね。やめてもいいぐらいですけどね。やめ僕ならもう、はい、これちょっと危険なパイ打ちたくないですね。4000点差だから、ここで8000いっちゃうと片山と1万4000円いっちゃいますからね、はい、あ、まあ、一応2000以上、うん、ちょっと打ちたくないですよここは。あと加藤さんとももっと点差つきますよね、はい、突撃だと、ね、ちょっとやだな。何この手ですもんね。あ、ドラドラ数層は現物、三層も切りやすいか、ワンチャンスチートイツで粘るかセットで落とせるかどうか、うん、うん、ここは数層になりました。チートイツの方に行ったっていう感じですか、もし行くならば。できるならっていうとこですよね、はい、いや今更の嘘。 E ピン3切れで E ピン1枚、あ、テンパった、 E ピン0、おお、チーマンとローピン取らず、どちらも通ってない。ここは引きます。スーピンがね手に2枚は入ってるってことは、スーピンが2ですね、 E ピン0、いや、スーピン積もったらでかいよ。うわ、乗った、これ嘘、言っちゃダメ、俺言っちゃダメそれ言っちゃダメ、言っちゃダメ、裏乗った、十分リースもタンヤオピンフドライチ2004000日本馬2204200、いやこれともうすごいですね。森山の親が落ちてからは、はい、下の3社がずっと上がってますよ。まあそうですね、はい、森山さんがあんま手組んでないですもんね。そうそうそう、ちょっと見て、はい、まあまあ無理しなくていいかっていう感じで。